都の城西とは、東アジア文化圏において、中国の都の城の影響を受けた、都市設計を言う。都の城とは、講義には、城壁で囲まれた、都市全般を指すが、競技には、情報制に則っ,って、設計、建設された首都あるいは副都で、ラ城と呼ばれる城壁で地域を威嚇されたものを言う。城防制は、儒教の古典である、来による、 都政の基準で、都の城はキュウリの方形であること、南北九条、東西九坊の街路が走りその幅が車の輪立ちの九倍であること、中央に旧室を置きその左右に装病と車職を配置すること、旧室の南には朝廷、北には死を配すること、などが記されている。主来に記された、都の城の対応がいつ頃から具現化されたのかは明らかではないが、 中国の歴史上、このような純然たる、都の情勢が採用されたケースは、ほとんど見ることができない。新刊のとは未だ詳細暴漠たるものであるが、確認できる、都の情史としては、三国時代に入ってから、義の主要都市、行、その後の精神長落陽では、情報性に即した都の情が成立していたものと思われている。さらに時代をり、 北宋の東京海風城ではやや南北の中央線から時計回りに傾いた形状の中央にほぼ東西南北に偶角を揃えた工場がさらにその内側に宮城が置かれていたし元の大都は都の城の中央やや南寄りに宮城を配置しその周辺を工場が囲んでいた民心の北京城では形状は9つの門を持つ 内城と拡張地域である外閣とに分かれ、内城中央に、工場、その中央に、宮城を廃するという形で、やはり主来の都の城とは若干違いがあった。ちなみに、北京城の宮城は、紫禁城と言われ現在北京の呼吸博物院が、その意思である。このように、教域中央に宮殿を廃する姓が、中国の歴史上最もよく見られる形であり、 多くの王朝で同様の都の情勢が採用されていたが、北義の首都落葉、隋東朝の長安では宮殿を都の城の北端中央に廃し、その南に朝廷、さらに南方に東西の死を廃するという方式が取られた。これは中国の歴史においては異例に属する制度であったが、古代の日本ではこれを藩として都の情勢が採用されていった。 日本の都の城には他に御明堂における詩人層の思想が影響を及ぼしているという意見もある。平城京の復元模型645年南馬宮で行われた大化の改新の御事のりに初めて京氏を治む無とあり、京は某毎日を一人を置き、四某に霊一人を置くとなっており、古くから中国の都の情勢が知られていたことが伺われる。 実際に、都の情勢が導入された初めてのとは、確認できる限り、694年の藤原景が最初であろうと言われている。藤原景は、山との古道に囲われた領域に、南北12条東西4号ずつの街路が整備され、東西南北3門ずつ、計12門を持ち、宮城は、地域の中央北寄りに位置しており、その北には、 園地が廃されていたとことなどから、北義落葉城の影響が指摘されている。710年、藤原景の北に、平城京が造営される。九条八坊でありながら、道幅を大幅に拡充した、鈴鹿王子やら城門を備えるなど、一層発展を深めたものとなった。その後、784年の長岡京、794年の、 平安経営と発展推移していくが、これらの都の城が、随等の長安城から直接の影響を受けたものか、藤原系から日本独自の発展を遂げたものかについては、明確となっていない。日本の都の城の特徴としては、中国に見られるような装業と社食が見られず、大陸にあるような経史を囲うラ城が存在しないか、あっても、 ラジオ門の東西数十メートルに過ぎなかったことである。そのため、時計とも呼ばれる。日本にラジオが存在しなかった背景として、中国市における、都の城建設時に見られた王朝に反抗する、可能性がある地方の有力者を、 強制的に移住させた政策や宮古城の住民を軍事的に動員するための特別な規定がないなど、宮古城の住民を厳重に閉じ込めて監視する必要性が存在しなかったことにあったとみられている。中国では皇帝の政務エリアを宮城、神河エリアを工場と分けたが日本では区別せずまとめて宮城という。宮城の内天守の私的住居を特に代理と呼ぶ。 AB 北村正樹、日東都の上比較制度資論、初週、北村、平常形成率資論 ISBN 978から4から642046107。ありがとうございます。